どうも、ルジクニでございます。さーて、前回メインストーリーっぽいところクリアしたところでございましたが、お、上がった。新たなスキル、成功時に取得できるアイテムレベルを上げる。メガちゃんまだ全然取れてないな。846か。1000以上、2000以上、3000以上、1400。あ、これで、あのメインストーリークリアでこれだったのか。あー、次2500以上とかやばすぐるんだが。困りましたね、これはね。まあ、頑張っていくしかないけど、特にないか。ただば、またあれなのかな、しばらくまたダンジョンいろいろ巡ったりしてっていう感じになるのかな。話が、女神さんが話があるですいませんでした。メガちゃん、どうもありがとうございました。皆さんのご助力のおかげで、かなちゃんを助け出すという大きな目標が達成できました。お互い様ですわ。早速、統合ダンジョンというものを作っておいた。私たちには夏時計の探索という新たな目標ができてしまいました。海中ダンジョンばかりを探索するわけにはいかないでしょう。しかし、今更古いダンジョンに戻るのも美味しくないし、そんなこんなでパワーアップ要素を加えていろんなマップが出現するようになった。なるほど、今までのダンジョンが全て出るってことか。これなら楽しくいろんな場所を探索できると思いませんか？どうでしょう。なるほど。パワーアップ要素というのがよくわからない。これまで、ここで全てを羅列して説明しても覚えきれない人もいるかと思いますので、必要な要素だけいつでも選択で、詞で確認できるようにしました。なので、サポーターの皆さんに新規のサポートスキルが解放されている。冒険に出る前に一度サポート名を。解放されてたっぽいけど。統合ダンジョンね。メッセージスキップがオンになった。とりあえず統合ダンジョン説明いい。概要。今までのダンジョンがランダムで出る感じのダンジョン。確率的には若干ですが、後半のダンジョンが出やすくなっている。それにウルトラレアチケット獲得などのお得なチケットを入手できる機会が増えている。サプライズイベントの発生確率が通常ダンジョンよりも大きく上昇している。統合ダンジョンでしか遭遇できない限定レアイベントもあるとか。さらに新イベントとしてアクシデントイベントというハイリスクハイリターンな大型イベントも発生するらしい。他にワイルドハントで狩りの対象に低確率で大変美味しい珍獣が選ばれる。宝箱なども全体的に上位アイテムが出やすくなっている。なるほど。イベントで追加されたレアイベントにはパーティーにいなくても秘密結社に未勧誘でも王国の仲間たちが会話に出てくることがある。それぞれが自由に冒険しているものだと思ってください。雑魚敵は微妙に強化されてますので油断しないように。なるほどね。各種チケット。冒険中には大変お得な各種ダンジョンチケットの入手機会が大きく増える。これは魔王タワーにあったダーバーチケットのようなもので拠点に戻ると消えますが、その代わり非常に強力な効果を持っている。個々の詳しい効果は入手チケットのアイテム説明。大事なもの。なるほどね。海中ダンジョンのランダムイベントでもたまに拾えていたもの。右で肩のサポートスキルが発動した場合、獲得できるチャンスがある。居場所について。夏っぽい場所か、もしくは時計っぽい場所。この二つがヒントになりそうな気がしている。今の段階では私の勘でしかないのですが。そういえば、とっても大きな時計がダンジョン内にありませんでしたっけ？あったっけか。メッセージスキップについて。コントロールキーを押すか？実はメッセージスキップを使用する前に、私からいくらか注意事項がある。メインストーリーイベント中は使用しないでください。圧倒的な速度で文章を飛ばしたので、キャラクターの動きが追いつかず、イベントが変になる可能性がある。最悪止まっちゃうかもだから絶対にダメ。メッセージスキップは何度も見たランダムイベントや会話を飛ばすのにご使用ください。なるほど。こっからどうでもいい会話を続けるので飛ばしてみてください。明日は明日の風が吹くとかなんか。ああ、これで、なるほどね。最後で、ああいう感じで飛ばせるってことか。オンオフ切り替え？今のままでいい。まあ、とりあえずよくわからんけど、潜ってみようか。統合ダンジョン。キャンプ内に直接って言ってたな。あ、こういう感じになるんだ。また人がいっぱいいるな。とりあえずメガちゃんかな。メガちゃん、いつものメンバーをとりあえず、上げていきたい。
ところではある。で、あなたたちは？あ、テレポートお姉さんね。ああ、いろいろ選択できますよと。チャレンジボス。どこのダンジョンに出るのも運次第、そんな風に思ってませんか？すべては出会いがございまして。特定のダンジョンに集中していきたいと思っているのであれば、私は力を貸すことができる。5万 GP であなたの円をコントロールできる。ああ、今の状態。特にいじってない。なるほどね。やばかったよ。誘われた先があんな場所だったとは。君たちがいなかったらあの世界に死ぬまでいるかと思うとゾッとするぜ。サポーターを一瞬で編成できるサポーター推奨ってのが入り口のすぐ隣に追加されてる。使ってみたらどうだ？これ？一括で、あ、なるほどね。現在のサポーターを保存。そうすると次やるか一気に仲間にできるってことか。ちょっと待って、よく考えたら、世間話。星を超えた再会。まおまおまお、その泣き声はまやおちゃん。いや、わし、この声めったに出さんが、勝手に泣き声認定されても困るが、珍獣かわし。てめえ、でもめえって SE 出てたよ。出しとらんが？いやいや、出てたって。まあ、その辺は適当でいい。しかし、せっかくの再会なのに閉まらないのをもっとこう、うるっとくる涙とかないのか？そんなこと言ったって私たちのノリって大抵こんなんじゃない？いや、でも懐かしいな、まおちゃんははぐれ王国に来ていたんだね。心配してたんだよ、元気にやってるかなって。アホがわしを誰かと思っとるんじゃ、どこに行ったって適応率 100% でしょ。夜泣きとかしなかった？赤ちゃんじゃないわい。こっちの星で新しい保護者は見つかった？高校生はおるのじゃが、いやいやだから。あ、お主と話していると心配しとったわしがバカみたいではないか。一つ二つぐらい文句言ってやろうと考えておったのにな。最初にマオマオマオだなんて同情する方が悪いよ。場を和ませてやったのよ、感謝せい。マオちゃん。心配してくれてありがとうね。元気そうで安心したわい。あらー。あ、特にこれといった会話はない。なるほど。で、あとは、統合ダンジョンに真っ赤な魔法使いがいて冒険者から宝石を集めている。南の島、スイカ村。あ、怪しいクリスタル。レベルドレインクリスタル。レベルドレインクリスタル。レベルを大幅に下げる代わりにステータスをブーストさせることができる。大抵ですが、低下したレベル分の能力の半分ぐらいが各ステータスにプラスされる。あ、なるほど。ドーピング。レベルが上がりまくってしまったら、あえてレベルを下げて、ステータスに還元することで、無限に強化をすることができるということか。これは素晴らしい。まだまだレベルが上がるのに下げると、損をしますので、レベルがカンストして経験値が入らなくなった頃に思い出してやってください。なるほど。はい、わかりました。私ね、修羅の国の探索をすごい頑張って、なんかすごい敵をパーティーで倒して、夏野菜のシュラ風串焼きっていうのを手に入れたのよ。これがもうほっぺたが落ちるほど美味しかったのですわ。私たちが食べた串焼きは串焼き族の中でも最下級。シュラの国にはもっと美味しい串焼きがあるんですって。串焼き、王様のシュラ風串焼きよ。シュラの国ね、至宝の鍵を含めた。え、至宝の鍵めっちゃいいやん。王様のシュラ風串焼きね。資金がショート、ショートカット事業に投資してほしい。今までよりもずっとスムーズになる。高っ。でも開通するか、じゃあ。何がどうショートカットなのかわからんが、青色の魔法陣を見つけたら踏むといい。マップ内の別の場所に移動できる。なるほどね。で、あとは？シーモンクってのが強いけど美味しい敵って噂？俺も船を手に入れて、爽快へと漕ぎ出すぜ。メインシナリオをクリアしている必要があります。メインシナリオ。タコタウンの村長が新作たこ焼き、かっこイカを作ろうと奮闘してるらしい。かーまいったな、あいつどこに消えちまったんだ。はぐれ王国さん、実は俺のダチがダンジョンで行方不明になってるんですよ。そのダチってのが温泉宿のトイレの前の洗面所にいたやつなんですけど、覚えがありますかね。あいつね、温泉宿を飛び出していきましたけど、流れ的に開通ダンジョンに飛び込んだと思うんですけど、どこを探しても全く見当たらない。温泉宿の方にももうずっと帰ってきてみないみたいで、それで俺の方もだんだん心配になって。ああ、ダンジョンどっかにいる。見たら言っています。黒髪の頭に冠をつけた海パンの冒険者。もし見つけたら二の前が探していた。二の前ね。見たらいさん、二の前さん。名前は見たらい。こんなもんか。でしたらば出撃しますか。あー、なるほどね。もう完全にどこに出るかはランダムだと。敵が微妙に強くなってんだよね、多分。あー、パーティーメンバー帰るの忘れた。
あー、一撃じゃ倒せなくなってる。なるほど。並び替えで、ヤエちゃんとかイリスと、あとマリオンにして。まあじゃあとりあえずあれかな、適当に探索していきましょうか。さーて、デスの紹介。今回は何？巻物、そっか、巻物か。結構いい巻物がもらえる気はするんだが、お金がないんですよね。これぐらいで。あー、微妙だったか。GP 貯めないといかんな、これ本格的にな。なんだこれ。こんなところに次元の裂け目っぽいのがある。あ、これ大きな時計ってここか。花花壇の上。夏時計が作ったのかも。裂け目と同等の驚き方をしないでくださいよ。ヘルさんだけで探索はさせては心配ですから。と、早速突入しちゃう？この大きさだと人は取れませんね。キーオブパンドラでの拡張が必要。で、リチに頼みましょう。あと突入前に、金槌妖精さんに連絡を取って一緒に行動した方がいいですね。これって謎時計さんが作ったものだと決まったわけではないですよね。先に私たちで中を見ておくわけには。空振りに終わるより説得のチャンスを失う方がまずいですよ。とにかく手間をかけてでも一緒に行った方がいい。はは？中に入った後もおそらくキーオブパンドラでの使っての脱出になる。ブーツの魔法陣は使えないと考えて、レアチケットなどを持っていたら先に生産を済ませてからの方がいい。これメインストーリーっぽいな。なるほど。じゃあもうちょい探索してからにしようか。ここにメインストーリー、次なるメインストーリーの鍵があるということを覚えておこう。よーし、これでまたあれか。成長させよう。魅力が全然足りないな。もう魅力を上げるために遊戯とかどうかな。遊んでー。お、デリッチ。成功率アップ。お、ポッコにお任せ。これどう、大幅に上がるんじゃない。大成功。お、魅力がかなり上がったぞ。この子の教育期間は終了。え、これで終わりなの？118点、なんと100点超えではないが、大したもんじゃ。まるで人間のような成長にわしも舌を巻くわい。スーパー電子基板とレア級装備3つ。お、さらに、レア度が上がる。バビロニア、アリスのくしゃみ。なんか持ってる、大体持ってた感じはあるか。あー、これでこのオートマターのイベントも大体終わりなのかな。ふーん。お、初めて見るイベントな気がする。シルフィード、風の精霊シルフィードと申します。お見知りおきを。どうも。ダンジョンの全エリアを飛び回り、風の噂をゲットして、お客様にダンジョンの今をお届けしております。ヘル様のダンジョンイメージを最新情報にアップデートしていきませんか？ 70% オフの 5000GP。噂の話でお金を取るの？ごめんなさい、うちには必要ない。ビッグデータのテキストマイニングを行ってゲットしたダンジョンのサムシングニュースですよ。うん、スループットのポテンシャルが超メンタル的にベネフィットされておりますのに。あ、お気づきかと思いますが、インダストリアルトランスフォーメーション、言い換えればデジタルフォーメーションのシンギュラリティ時代が来ているわけですね。それで、そうなんですと。では、私はこれで。そんなウィークエストでこの IT 社会を撃で抜けると思うんですが、IT 社会を？サプライチェーンマネジメントによくいるインダストリアルトランスフォーメーションですよ。なんかすごそう。というわけで、エイジについていきたいならば絶対買うべきです。ビジネスインプルメントプランといいますか、いわゆるインフォマネジメントシステムなのですよ。買わなきゃいけない気がしてきた。はぁ、あ。ダンジョン内の敵のシンボルにちょっとした変化が出ます。噂で出現した敵のシンボルは金色で表現される。なるほど。まあ、買おうか、5000ぐらいだったら。かなり珍しいドラゴン種がドラゴンの墓場を徘徊している。あ、ダンジョンの脱出までなんだ。ダンジョンの墓場に行けるかどうか定かではないぞ、それ。なんだ？どうやら死神に目をつけられてしまいました。はあ。はあ。じゃあ行ってみようか。せっかくやし行ってみようか。お。その箱はシュラの鍵。35000。高っ。これは？あ、こっちもそうなんだ。あなたは？私は敵じゃない。死神相手に商売をやってるしがない悪魔さ。透明な床に置いてあるものは今度すべてこの品店の商品だ。自由に手に取ってくれ。毎回変わる。ああ、なるほど。これ買わないとまともな探索ができない感じかな。もしかして。お金ないからな、やめとくか。
敵強い。ちなみに戦ってみるけど、ラストガルーダ強いんか。大勝ち運、勝ったも同然よこれ。大勝ち運入ったんなら勝ったも同然よそれ。動けない動けない。今だ攻めろ。敵から次の行動2ターン行動とか書いてあった気がするが、よーし危ない。なんとか無傷で倒せたが、経験値はベラボーに美味しいやつ。フォーカスパーティー回復 SP が足りん、 MP が足りん。これ何？ちょっと待て、なんかいろんな場所でループしてる。あっちょあっちょ、それ強い。普通に戦ったらこいつ強いんか。ちなみに、いい、やべ、いやそれ、いやそれな、何それ、それ聞いてないです。このまま押せ、このまま押せ、倒しきれ。よし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 、ふう、普通にやばいやつ。瀕死からの攻撃やめる、やめろそれ。敵は全部やばいが、レアアイテムもらえる可能性があると。ああ、こういうとこ開くのに鍵が必要なのね。まともに一個も開かんぞ、こうなってくると。あ、これ宝なんだ。上にも行けない。ああ、なんかいろいろありそうだな。イベントいろいろありそうだけど、なんだ、なんかまたいっぱい出てきたぞ、これ。スタンしろ、スタンしろ、スタンしろ。いやー、まるでスタンにならない。勝った、こいつ。やばいかも。やばいかも。そんなにだったか。おい、単体攻撃とかやめろ。いや、なんとかなった。なんとかなった。ふぅ。敵が強いのなんのって。なんか、新しい。なんか新しい杖みたいに手に入れてないのか。てか、キャニオンキュートの方がいいかな、やっぱり。氷技上がるし。まあ、キャニオンキュートにしとくか。今の、で、なんか今新しいの手に入れた気がするけど、これか。風、炎、風、雷か。なんかイベントとかいろいろあるんだけど、お、これなんだ？シュラの国を探索する兵たちは不思議な壁の存在に気が付いた。1メートル四方の壁がモザイクタイルになっている。さらにこれ見逃しにかけて黒い穴になっている。視線を下にやるとパズルの回答だというように、欠けた場所に当てはめるなどだろうピースが並べて配置してある。パズルに挑戦する。同時にゲームの開始を告げるようなベルが鳴った。あ、時間をかけるなということだろうか。ヘルはパズルに向き合った正しい組み合わせは。え、なになになに。サンプル画像を出しています。これはサンプル画像。暗い壁の暗い部分は欠けている穴の状態を見てぴったり当てはまるピースの組み合わせを選んでください。なるほどね。例えばこれで言うとどれだ。ぴったり当てはまるの、2個、これに、あ、 A かな、 A か C かな。まあそういう感じで、ね、なるほどね。A、この答えだと A になりますと。10秒これに、C。やったー、ふぅ。そこまでだったか。そこまでだったか。おー、シュラの鍵だ。一個だけ開けるな。上になんかある。なんか、ここぞという場所。この先に行くには鍵が2個必要なの？うわぁ、何があるか気になるけど。何があるか気になるけど、ここぞという場所のこの1個の鍵大事にしていきたいな。ここ階段。ここ入り口だったっしょ？ここ気になるなぁ。さて、お、また新しい。
新しい敵だが SP がいくらあっても足りんぞこれ。やっぱやっぱ持ってかれた。攻めろー、なっちゃんやったれ。あーそこそこいいダメージだが、倒しきらんのかい。あっべーあっべー、これ強え、普通に強えやつ。あーなっちゃん持ってかれたー。どうしよう。いい加減倒れなさい、あなた。デイリッチダメだな。かといってだな、もはや。シャッフルダンスは MP がなかったから助かるとこだが。復活の夢手がやってくれた。助かった。よーし、危ねえ。ドラゴンステーキ。あ、伝説級のなんかアイテムいっぱいもろたな、今。ひー、敵がやべえの、なんの。ドラキュラベッド。なんかすごいの手に入れたか、今。ドラキュラベッドみたいな。ドラキュラベッド。ドラキュラベッド物理か、アクセに物理とかあるんやっけか。ないな、ドラキュラベッド。まさか武器か。ん、入手履歴、ドラキュラベッド、オーグ、体、あの見た目で体か、もしかして。いや、ないな。ん？ドラキュラベッド、ドラキュラベッド。あったー！体防具なの？あ、氷技が上がって HP 再生も 20% つく。あー、どうだこれ。ちょうどイリスに良さそうではある。防御力も上がるし、ドラキュラベッドつけといてみるか。そういうのもまあ悪くはないじゃろうて。で、一箇所だけ開けられるんだよな。イベントあるな。もう一個鍵があれば。もう一個鍵があればイベント。こっちでもここ気になるね。ここ。ここなんかありそうだ。あー、左もなんかありそうだな。ここ開けてみるか。奥に、夏のサポートあり。おう？大きな力。あー、なるほど。大いなる技。仲間の成長、大金。大いなる技を願う。巻物が置いてある。あ、なるほど、こういうことか。魔法書か。なんかもうちょっと、もう一声欲しかったな。これで探索できるとこは大体探索したか。ここを探索するためにもお金がないと、 GP がないとまともに探索できないっちゅうことやな、これ。つうわけで、次の階層行くか。あーん。クリアすると報酬もくれるんだ。なるほど、通常の探索。あ、もうゴールになっちゃった。サンタプレゼント。あー、鍵欲しいけど。鍵欲しいけども、まあ、じゃあ、台で。はーい。もういいよー。この下結局、あら、いけるようになってる。金槌妖精より、女神様の男女の設計にミスがあったようです。ごめんなさい。ここを塞いでおいた障害物は私の金槌で取り除いておきました。安心してお進みください。なるほど。石板。力と志ある英雄に伝説の武器を解放する鍵を与えん。鍵くくれ。運命の扉。ラーメン屋でスタンプを貯めて豚骨の聖杯をもらった。あー。スイカ村ダンジョンにと出現するリンゴちゃんと死神カロンを図鑑に登録済み。ああ、こういうのがあんだ。大会でラッテに勝ったことがある。修羅の国で朝霧さんを救出できたことがある。ネタバレじゃないか、それ。化け狸を倒したことがある。
海のみんなで白船を見たことがある。幸運の女神に会ったことがある。新聞の一面記事に載ったことがある。ドクターミッチーの危険度最大の施術中に成功したことがある。いろいろな条件あんなこれ。こっちは？多くの鍵を獲得した者に最後の資格を与えられん。このマップで思考の鍵を8個以上の時、思考の鍵を1つ消費して扉を開放できる。先は装備ガチャ。はあ。冒険度支持者が4000以上の時、各ダンジョンの支持度を消費して扉を開放。はあ、はあ。13個以上の時。これは友の像、それぞれのサポーター有効度5000以上で使用可能。成長アイテムをもらう。あばあ、あばあ、いろいろな要素あるよ、ありよる。ここは温泉ダンジョンの冒険者支持度650以上。ああ、全然満たしてない。なるほど。全部の中ボスを倒してこいと。あーはー、あーはー、これはやり込みだな。なるほどね。で、これは、あー今読んだやつか。あー、こりゃー、や、こっからこっからやり込んでくださいよと言わんばかりのこれでございますな。なるほど。というわけで今回は一旦この辺にしておきましょうか。また次回、次のパートでお会いしましょう。またねー。